なんだろう、ひも手とリア充っていうのを対立軸でね、なんか語るのは何かも分かんないんだけど、俺この間さ成蹊大学で講義したんだよね。で成蹊大学で講義したら、成蹊大学の学生って普段僕が見てる学生と違うんだよ。明らかに違って、なんかね、あそこの女の子はみんなね、シースルーのねカーディガンを肩からかけてんだよ知ってる？最近のシースルーのカーディガンって着れないんだよ。着れるサイズじゃなくて袖も通せる太さじゃないんだよ。シースルーのカーディガンってこうくるっと巻くためだけにあるやつなんだ。もう多分ね、今年から来年ぐらいにかけてあのシースルーのカーディガンって本体に縫い付けてるやつ売ると思うんだよ。それぐらいまあおしゃれ着なんだけどさ、そのシースルーのカーディガンなんて俺大阪芸大で見たこともないしさあと去年の夏俺講演したその大阪大学でもですね、少なくとも客席にいないしさ。でも成蹊大学は女の子が全員キャバ嬢みたいだったんだよねでなるほど、これがリア充かって思ったんだよ。それは彼らが悪い、彼女らが悪いって話じゃないんだよね。なんかね、人種の違いというか壁がものすごい感じたんだよな。でもちろんこの放送を見てる人の中にもシースルーのカーディガンを着てる女子が一人もいないと俺は信じてるよいてほしいんだけどさで、まあ、日本のカーストって今ねコメントに上がれたんだけど、カーストっていうのは生まれたらそこから逃れられない、生まれつき決まっているどうしようもないもんじゃん。だからでもこれ違うんだ。生まれてから僕らが選んだか、もしくはいつの間にか選ばされてしまった。だから文化的トライブ、部族って言ってるんだ。そのいくらでも変えられる職業選択の自由みたいなもんじゃないから、血族という意味があるトライブっていう言葉を使ってみたよ。でそのね、なんかリア充とあと僕らが住んでいる紐手の世界っていうのの間の壁が多分向こうさんが考えているよりも大きいのかも分かんないね。向こうさんっていうのはそのリア充の人らにしてみれば、その成蹊大の人にしてみればもう全員もあのフェイスブックやってるようなやつらなんだけどさそのフェイスブックやってるような人らにしてみれば、僕らのこともいやそんなリア充の世界だから住んでませんよ、そうじゃなくてこっち来てくださいって言うかも分かんないけども、なんかね俺ら紐手の方には分かっちゃうんだよねあっちとこっちは違うっていう。でアンケートと岡田さんモテるでしょって書いてるんだけども、紐手とモテるモテないとは関係ないからね、言っとくけど言っとくけど、リア充でもモテないやついくらでもいるから俺結婚してるし彼女作ろうと思ったらそれは作れるけどさ、そういう問題と全く別な、全く別で、なんだろう、紐手問題っていうのは存在するんだ。リア充っていうのはさ、あのこの世の中にある楽しいものが自分たちのものだっていうふうに多分前提なしに信じられる人なんだよね。だからキャンプでもいいし、なんだろうな、あのダーツでもいいし、沖縄でもいいんだよ。そういう楽しげな情報、そういうようなものをやってったら臆面なくって言っちゃうんだけど楽しめる。でも僕ら紐手はそれに関して何か資格がいるっていうふうに感じちゃうんだ。でそれが自分の中に足りないと思ったり、俺はあるからいけると思ったりするんだ。例えばさ、俺この間ホリエモンのさ番組の収録でさ、麻布十番にある隠れ家バーに教えてもらったんだよ。そこで収録あったんだよ。その隠れ家バーっていうのはすげえ居心地がいいから、今後ここを使ってもいいんですかって、ああいいですよっていうふうに言われても、俺は誰の許可をもらったらそこは使ってもいいですかとか誰の許可をもらったら僕はこのバーに来てもいいんですかっていうふうに聞きたくなっちゃうんだ。でみんなもそうだと思うんだよ。あんなとこ見せられてリア充感抜群の雰囲気見せられたら、ここは誰に許可をいただいたら入れるんでしょうかとか、あとブランドショップで、あの俺ポール・スミスとかポール・スチュアート好きなんだけども、ポール・スミスやポール・スチュアートの路面店に入るときには心の中に、俺ももう50超えたら入っていいはずだっていうドライブをバーンってかけないとポール・スミスに行けないんだよでもそうじゃなくて、ああいうところを見たら、ああかっこいいなと思ってスッと入ってる。つまりこの世の中に対してのアプローチがモテる女の子っぽいんだよ。男っぽいんじゃなくて、モテる女の子っていうのはこの世の中にある楽しいものっていうのは全て自分に向かって作ってくれてるというふうに感じてるから。
で今は全ての人間が消費者的になった、イコール女の子的に、モテる女の子的になったってことなんだ。ありとあらゆるものが私を買ってくださいとか、私を消費してくださいとか、私を好きになってくださいというふうに言っていて、その中からチョイスして選ぶことだというふうに快楽の形を持っている。こういう人はリア充的になっていく。つまりモテる女子っぽい、男であっても女であっても、たとえモテなくてもモテる女子的な発想になってくる。これがリア充という人種だと僕は思う。つまり消費者っていうのが社会全体の生き方に対してこうスタイル持っちゃった状態な。で僕ら非モテっていうのは何かっていうと、多分ある人は研究者的なスタンスが崩せなかったり、ある人は僕みたいにそれの資格を自分があるんだろうかっていうふうに悩んでしまったり、ある人はこの世の中に楽しいことがいくつあってもそれは自分にはふさわしくないんじゃないか、自分にはもっとふさわしいものがあるんじゃないか、もしくはこの世の中の楽しいことがあっても楽しいことは私が見つけるんだ、つまりみんなから口説かれていて選ぶんじゃなくて自分から口説くことでしか何か楽しみを見つけられないタイプの小難しい人いるじゃん。その小難しい人が俺ひもてだと思うんだよ。だからいやなんでそういうふうに思うのかっていうと、その整形大の男子も女子もみんなリア充だって言ってたじゃん。でも面白いことにブサイクイケメン率は変わんないんだよね。ひもてのブサイクイケメン率とリア充のひもてイケメン率ってほとんど変わんないんだよ。だそこが面白い。つまりリア充のグループに入ってると、たとえ見た目がどうであろうと何であろうと、どんどんリア充的な感性になっていって、行動がリア充的になっていって、結果的にモテたり、なんか女の子と縁があったり男の子と縁があったりしちゃうんだ。で僕ら非モテの文化圏に所属していると、考えそれはどんなに顔が良くても悪くても、行動や監督そんな頭抱えて君のことだけを言ってんじゃないから考え方や行動がどん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 非モテ的になってきて、で結果的に俺たちは非モテだからとか顔が良くないからというふうに思っちゃうんだ。でもそうじゃなくて、リア充の中にはこの俺より顔が悪いやつなんかいくらでもいるし、多分その画面のモニターの向こうに行き見られる顔が悪かったりスタイル悪かったり、なんだろうな、ダメなやつなんか本当にいくらでもいるんだ。でもそうじゃなくて、彼らは友達を選ぶときにリア充系の友達を選んだ方がこの世の中が楽しいってことを知ってるんだ。つまりこの世の中の楽しさを満喫する生き方ができるんだ。だからリアルが結果的に充実して、だからリア充なんだ。でもそうじゃなくて、僕らはこの世の中の楽しさを満喫するような生き方がどうもできないんだよな。だからニコ生なんか見てるんだよ